リペリマキサス横浜店の神田と申します。しゆきさん、この方ちょっと何でもいいんですけど、ちゃんとお客さんの課題見つけてあげるんだ。株式会社マキサスで一緒に働く仲間を募集しております。20代30代で徹底的にキャリアアップしたい、独立してお金を稼ぎたい、そんな熱い方をお待ちしております。概要欄よりぜひともお申し込みください。おはようございます。おはようございます。買い取りマクサス横浜店1日密着ということでお願いします。よろしくお願いします。前回結構前だな、オープンしたてぐらいの時に、もうほぼ1年前ぐらいですねちょっとまあ前回の動画は概要欄に貼ってあるんで見てくださいってことで、すごいものが、これまだ全然今マシな方ですけどね。へえ。一時期マジで足の踏み場なかったっすね。マジで仕事するスペースすらなかったっす事務仕事もできなかったっすね。すっげえな。今日の予定を簡単にでいいんで教えてもらっていいですか。まず朝会が始まって直営店全体のオンラインで始まります、はい、その後、買い取りの箱が1件入ってて、はい、でその後ももう1件、午後に1件入って、はい、僕は2件ですね。2件、はい、で帰ってきて多分販売追い込みの日なんで、販売系とアポ取り系集中してやってる感じで。なるほど、盛りだくさんですか。おはようございます。クロちゃんおはよう。え、どういう話ですか。おはようございます。今日1日密着です。あえて何も言ってなかったんで。こういうのって事前に聞かされるもんじゃないおはようございます。おはようございます。おはようございます。隣にリンゴですね。リンゴ、リンゴですね。リンゴって書いてあります。本当だ。あ、ちゃんと しっかりしてる。よかったら持って帰ってください。お母さん、ありがとうございます。いただきます。はい、じゃあ時間になりましたんで始めたいと思います。おはようございます。おはようございます。問い合わせが少ないというふうになると、どうしても質もね、一定以上下がるっていうのは、まあ傾向的にはあるんだろうなというふうには思っていますので、神野くんがこの信頼関係築くにあたって、なんか一番このアプローチっていうところが、まず第一印象で決まると思うんですけど、はい、そこでこう意識してることって何ですか、前案件。ああ、前案件でいうと、やっぱ談笑することと、その中で、査定士としてプロの知識を上乗せしたトークを必ずするっていうところ、この2つは信頼関係を築くっていう上ではやってますかね。あ、もう一個はそのお客さんを褒めるとかポジティブなことを言う、お客さん自身でもいいですし、商品そのものでもいいですし、3点は意識してやってる方です。プロだよっていうのは何かトークあるんですか。調剤知識みたいなところですかね。貴金属系とか、高価品の知識を上乗せするとか、うん、まあ、カメラだったらカメラの知識を上乗せするとか、調剤、知識によってますかね、どっちかっていうと。なるほど。今週も1週間よろしくお願いします。お願いします。クロちゃんって入ってからどれくらいだった。僕は4月の11日に入りました。ちょうど半年ぐらいか。ちょうど半年ですね。来ましたね。関右衛門道場かなんかの時にまあまあ数字上がってきてるみたいな話でしたけど、マックスのあらり今までどんくらいですか。80弱です。半年だったらどうなんだろう。低いですね。低いか。はい、すいません。自分の人件費以上は全然稼げてるは稼げてるけど、基準値っていうのが120万ぐらいでしたっけ。そうですね、120万。まず最低でも慣れました。半年経って慣れました。慣れたんですけど、ただ成績が伴ってないっていうかですねあ、買取マクサス横浜店の菅野と申します。では後ほど伺いますのでよろしくお願いいたします。今からどこら辺に行くんですか。今から川崎のマンションに出張査定に行きます。どういった案件ですか。1件目家具の問い合わせの案件ですね。入り口商品は大して見込みが高いような商品じゃないんですけど、お客さん的には多分どちらかというと邪魔になってるみたいな感じなんで、まあ、他の商品がいろいろと掘れないとあんまり合わないかもしれないですね。なるほど、はい、売却背景は引っ越しですね。引っ越し、はい、引っ越し後ですね、多分あれは引っ越し後か。ああ、前から使ってたものを持ってきて使用してたんですけど、途中で床の色をなんか白に変えたらしくて、うん、茶色い家具なんでなんか合わないって言って、もういらないみたいな。ちょっとじゃあ改めてなんだけども、マクサスに入る前からまたちょっと振り返ろうかなと思って、はい、これまでの経歴とか、はい、話してる動画が、はい、結構前じゃん撮ったの。結構前だった気がします。確かに。一応概要欄に貼っておくんですけど、はい、今おいくつでしたっけ。今29です、ね、29でマクサスに入ったのが何歳でしたっけ。マクサス入った23。はい、6年。6年。そもそも大学卒業して、大学卒業してないです、高卒です。あれ
大学行ってなかったっけ？大学行って中退しました。ああ、はい、なんで中退したんでしたっけ？まあ、なんでっていうと、もちろん勉強もあんましなかったっすけど、消防士になりたかったんですよ。はいはいはい。で、辞めちゃって、はい、消防士の勉強して、はい、で、そのまんま消防士受かろうと思って、辞めたんですよね。はい、なんですけど、消防士も受からなくて、公務員試験なんで、はいはい、学力テストやるんですよ。はい、学マジでないんで俺もうそれでも全然受からなかった。それやる気の問題でしょ。やる気の問題ですね、間違いなく。もうあの頃どれだけ本気のなんか解像度が低かったか。はいはいはい。で落ちて、その中退してからどうしたんですか？中退して、その後受けて2回落ちて、さすがに働こうって言って、うん、二次新卒っていうんですか、はいはい、みたいな媒体に登録して、うん、マクサスに来た感じなんですよ。なるほど。それまではなんか働きながら勉強してたんで、佐川急便やってたりとか、はい、葬儀社のバイトしたりとか、はいはいはい、じゃあ掛け持ちでバイトいくつかやりつつみたいな。そうですね、そうですね。転職エージェントかなんかに登録してる、してマクサスを見つけたってことですよね、はい、そうです。いくつぐらい受けたんですか、面接は？面接はもうマクサスしか受けてなくて、紹介されたのは3つなんですよ、うんうん、マクサスとあと2つ会社があって、はい、そのうちの一つ、あの社長のお父さんの会社なんですけど。あ、そうなの？そうです。あれ、マクサスより優良企業と言われてる。あ、そうです。そうです。関家の会社二つともう一つだったんですけど。でも、一発目でマクサス受けて、はい、その時にもう社長が決めてくれて、はいはいはい、お前がなんか入る気なんだったらもう採用すっからみたいな、いつから働けるみたいな、はいはいはい、感じだったんで、多いな。その時の社長の印象はどうでした？あ、もうめちゃめちゃ変わってる人だなって思いました。尖りまくってたんですね。パッと見はもうロン毛だったんですよ。え？なんかサラサラの髪長くって、で背高くて、うんうん、めっちゃ目つき悪かったんで。確かに。なんだこの人と思ったんですけど。カフェで最終面接だったんですよ、社長と。8時9時ぐらいですかね。その時点で今考えたら確かおかしいですけど。はい。9時から面接が最終面接だった。早っ。いや夜です。あ、夜。でもあのそもそも僕も社会人マナーとか、はい、常識が全くないやつだったんで、うんうん、そっちの方がなんか良さそうだな。その後に暗黒期が2回あって、そのうち1回経験してるんですけど、2回とも経験してるんですよ。どっからどこまでが暗黒期なのかよく分かんないんですけど、ずっと暗黒期だった気もするんですけど。あ、なるほど。確かその辺に関しては前回の関右衛門ありきの動画で確か話してると思うんで、多分すげえ長くなる話だと思うんで。で、今やってる仕事何をやってますか？今は FC 本部として加盟店さんのコンサルと横浜店の直営店の責任者みたいな感じですね、うん、自分がその、まあ、入社してからっていうのはどういう教えられ方したかとか覚えてます？教えられてないですね。なるほどね。あ、社長からは気合と根性ぐらい。そうですね。教わってないのにどうやって覚えてたのかっていう。結構聞きに行きまくりましたね、最初は。ああ、なるほど。直の先輩とか、一緒に働いてる人たちにはめっちゃ聞きましたし、同行も何件も行かせてもらいましたし、目で見て、疑問に持ったこと質問してみたいな感じだったんですよね。はいはいはい、社長に聞いても教えてくんないから、他の人に聞こうみたいな感じだったんですよね。今の関右衛門見てるとすごい教えてくれそうな感じがするんですけどね。はい、そうですね。多分今の関右衛門を見たら昔いたメンバーはびっくりするんじゃないですか。人違うようなもんですからね。なるほど。だって黒田とかこの前その社長の話してたら、はい、社長って怒るんですかって言ってたんですよ。嘘だろうと思って。あ、じゃあ怒られてないってこと？あ、なんじゃないですかね。理不尽詰めをしてるわけじゃないですもんね、多分ね、うん、言うてもね。そうですね。でも怒ってはいましたよ、めちゃめちゃ社長は。一日何回怒るんだろうみたいな感じでした。今はどっちかっつうと、まあ、怒ってるように見えるけど、まあ、基本的に論理的にね、組み立てて話はしていますもんね。そうですね。全然違いますね。伝わり方がやっぱ全然違うんだなと思いますね。なるほどな。特に自分で勉強するしか道がなかったんですよ。教えてくれないから自分で分からないことを分かるようにしていくっていうのを、あれ、自分から主体的にやるっていう習慣が ついたのが良かったかもしれないですね。そうですね。その習慣はつきましたね。うん。なんか目標に対して逆算するってこと自体分かってなかった。はいはいはい。
でも入った時とかだってめちゃくちゃ忙しい時ですよね。めちゃめちゃ忙しい時ですね、確かに。だからみんな教える暇もないしみたいな。教える暇なんかないっすね。だから聞かれたら答えるぐらいでも結構しんどいみたいな。そうです、そうです。状況ってことですよね。はい、その時は余裕なんかないですからね。社長自体も多分忙しいからそんな構ってる暇もねえみたいな。そうですね、僕が入った時社長が多分ちょうど現場から抜け始めたぐらいの時。社長と一緒に出張買取行ったことは確かにあるんですけど、1回ぐらいですかね。全員が全員忙しかったですね、確かに。そういうところでも思われたからやっぱ強いんだろうな。そうかもしれないですね。20代前半とかで大変な経験をしてるってめちゃくちゃ大事だったりとかするじゃないですか。そうなんですね、やっぱり。そもそも時間もないだったな、確かに。だって朝早くから夜遅くまでみたいな、もう典型的な、昔はブラック企業だったわけでしょ。そうですね、完全なブラック企業、はい、真っ黒でした。まあその当時僕も何も知らなかったんで、それが当たり前だと思ってたんで、あ、そういうもんかベンチャーって。ブラック企業とか知らないって強いよな。強いですよね、それが常識だと思っちゃうんですよ。それがマシになったと。そうですね、だいぶ、それはまあ社長も変わったってことですよね、関右衛門自体も。そうですね、なんか考え方が変わったんですかね。そんな深いところまで聞いてないんですけど、いつぐらいから変わったなって思いました。セールスメンバーが誰もいなくなった後ぐらいからじゃないですかね。で2回目の暗黒期を得た後ぐらいとか、はい、そのあたりじゃないですかね。報酬の体系も変わりましたし、人が入ってくるにつれてどん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 怖い手になってきましたね。まあだから人関係でも痛い目見すぎちゃったから人に優しくなったのかもしれないですね。ああ、多分そういうことですよね。多分その時の関右衛門は全員に社長のマインドを求めてた気がするんですよね、はい、話聞いてると。いや本当にそうでしたね。てかそういう風に言ってましたね、社員って全員社長の目線見なきゃいけないんだって思ってたんで。暗黒乗り越えて FC に目覚めてちょっと変わったと。そうですね、人間って変わることできるんだなって思いますね。ああ、1軒目、1軒目大事ですからね。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。お疲れっす。お疲れ様です。ちょっと爆撃がならなかったんですけど。あ、制約はしたって感じですか。制約しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。制約点数は何点ぐらいだったんですか。制約点数3点です、見込みあらりとしても1万8000円かな確か。はいはいはい。目指してる単価よりも全然低い利益ですね。本当に家具とかだったってことですね。家具で、まあ、マンションすごくいいマンションで、すごく綺麗なマンションだったんですけど、見渡す限りやっぱ物はないような家です。キリされてて、ブランド品とかも興味なければみたいな。物自体は引き取ってないじゃないですか。はい。制約して、この後の物の動きってどういう風になるんですか。外注業者さん使って、はい、配送業者が千葉に直送してもらう感じですね。あ、配送業者を手配して、はい、提携してる古物市場に持ってってもらう。あ、そうです、そうです。で、それ委託販売してもらう。委託販売してもらう。販売は一切タッチしないような感じ。この場合って買取金額ってどのタイミングで払うんですか。まあ、引き取った後に振り込みです。あ、なるほど、なるほど。じゃあ古物市場に着いたらみたいな感じ。あ、そうですね、もう引き上げて着いたのを確認したら振り込める。なるほど。配送業者に依頼する場合っていくらぐらいかかるんですか。今回だと5000円ぐらいですね。買取金額はいくらだったんですか。買取金額は2000円ぐらいなんです。なるほど、なるほど。売価がじゃあ2万から3万ぐらいになるんじゃないかみたいな。そうですね、大型のものを、まあ、運ばないで、まあ、とりあえずアポ行って3、40分ぐらいでしたもんね。そうですね、行くのは多分40分ぐらいですね、全部で。1時間も行ってないんで。次の案件はどういった案件なんですか。あ、次の案件は一軒家まるまる全撤去以来みたいな感じなんで、まあ、売れるものがあれば買い取りで計算して、はい、売れないものに関しては回収費をいただく見積もりを取りに行きます、はい。まあ、現場にちょっとあのお客さんいないんで鍵置いとくんで勝手に見てくださいみたいな感じなんで。おお、やばい、やばいっすね、これは。やばい、やばいっすね。こんな家に来たの初めてだわ。いや、これはなかなかっすね。鍵開けてて何でもいいんですけど、マジやばい案件で、ゴミ屋敷なんですよ、多分。もう戻る感じですか。そうですね、一旦引き上げて戻りますね。いや、すっごいな、こんなあるんですか、たまには。このレベル。
あんまないっすよ、ね、あんまないレベルは。さすがに。さすがにないっすね。制約するかどうかまだなんですよね、これ。まだわかんないんですね。まあでも、結構業者さんによっては対応しきれないと思うんで、あとしてくれないっていうパターンもあるんですよね。はいはいはい。危険だからとか。はいはいはい。多分いろんな業者さんに協力してもらいながら、ディレクションしていくみたいな感じになると思います。まあでもなんか、オーナーさんの一日密着とかよりはなんか気持ち楽っすね。気持ち楽ですか。さっきのまあゴミ屋敷はあれですけど、はい、物運んでねえだっていう。あ、運んでないですね。僕基本はあんま物運ばないんですよね。見ててこっちも気が楽ですね。でもここまで物運ばないスタイルになったのは時間かかりますよね。まあでも運ばなきゃいいだけなんでね。極論まあ普通運ぶんですけどね、出張会議業者って。でも運ばないのが強みみたいなとこありますよ。そうですね。どちらかというとこの営業に特化しちゃうっていう、うん、運ぶのだってね辛いっすもん。やってらんないですよね多分ね。途中からやっぱみんなやってらんなくなるはずなんですよね、うん、全部外注使ってそれを合うようにどうにか頑張るみたいな。だから儲かってるオーナーさんはそれができてるイメージ。そうですね、うん、まあ、それやってもちゃんと利益担保できるぐらいの数ももちろんありますけど。そうですね。こういうやり方しないと単月の粗利が200万とか超えないなっていう。いや超えないですね多分最終的には。缶のコンサルが入ったらここまで持ってきますよということですね。そうですね。缶コンはここまでいきますね。缶コン、はい、僕の強みなんで。いかに楽して最終そこ行かないと何回目見た時に絶対きついっすよ。体力的にきついっすもんね。体力的にきついっす。いつまで経っても冷蔵庫持ってらんないっすからね。うん、これが本来の出張買取だよっていうのはちょっと伝えたいっすね。そこまでやった方が本当は楽で利益も出るよっていうところを分かってもらいたいですね。査定とかで、ね、お客さんとのコミュニケーションに時間をかけるっていうところに、ね、特化するっていう。商品買い取って売ってみたいなのだけじゃなくてちゃんとコミュニケーション取ってちゃんとお客さんの課題見つけてあげれば絶対にこう何十万って上がるような回収があったり引っ越しがあったり解体があったり絶対するんで、ね、通常の出張買取業者ってやっぱ買取商品しか目が いってないですもんね。そうですね。お客さんの背景とか本当の課題なんだろうって多分考えないですよね普通。うん、ここまでの課題解決ができるっていうのがねやっぱ強みですからね。そうですね。やっぱお客さんもそこが一番困ってるんで、うん、あいみつかかってるようなアップル製品やブランド品とかって、うん、頑張って買い取ってもあんまり利益出ないじゃないですか。そうですよね。困ってないしみんな買いたいから、うん、なくてなんか家具とかいらない家電とかどこも欲しがらないようなところから入っていけば大きな課題が見つかる。うん、そっちの方がお客さんも喜んでて結局利益にもなるんで。そうですよ。どこのやつですか。欲しかったらしいです。川崎も結構好きです。あ、川崎いいっすね。また分かんないことあるありがとうございます。とんでもないです。はい、記者しました。へい。ご飯中。ご飯中、初期化中、レベル返信中です。今日中にいろいろと出したものが今月中に着金されるんでそこちょっと集中してやんないと。なるほどなるほど。利益が借金ベースで確定になるからってことですよね。そうです。え、これ YouTube って結構見てます。ちょいちょい見てますよ。ちょいちょいか。いやいやいや、世間もに憧れてこの業界入ってきたんだよ。嘘つけ。変な人だなって思って入ってきた。片付け費用だけでしか利益は出ないです。いや、そもそもこの費用もともと払う気なかったお客さんなんですよ。あ、そうです、そうです。自分でやるって言ったみたいな。ジモティ出したり工夫してみたいな感じの人だったもん。あ、でも多分やったことはない人ってことだよね。やったことはないです。あ、でその手間とか本当にそれやりますかっていうのを伝えて確かに費用は高いけどそっちの方が楽だと思いますよっていう提案を飲んでくれたみたいな感じでしょ。そうですね。あ、それはいいですね。ありがとうございます。それなんですよね。菅野さんが褒めてくれたって今日ぐらいですね。中村さんがいるから褒めてくれたってね。いや、それはないから今まで褒めるとこがなかったんだけど。まあ、ちょっと否めないです。反論できない自分が情けないです。じゃあ、追い込み出品頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。次の時代を担う、僕たちが新しい時代に進んでいかなきゃいけない。乾杯。